So we're at Tokyo Auto Salon, and while I was looking at the really shiny and pretty cars, I realized there's also other stuff that's really pretty to look at. What is it? Models. Yep. And since, you know, they're working so hard, like if I walk up to them and with my camera, they immediately start posing. So I thought I'm gonna maybe try and interview them and talk to them. And yeah, here's like a compilation. I hope you guys enjoy it. みなさんこんにちは、ゆきねまりなです。オートサロン今年も始まりました。すごい賑わってます。去年は結構コロナで女の子もお客さんもすごい少なかったんですけど、今年は結構活気が戻ってきたかなって思います。一発目の1月2023年のイベントを楽しんでいきましょう。はじめまして、みなぎよちと申します。普段はレースクイアモデルなどで活動しております。ぜひぜひ、Twitter や Instagram などフォローしてくれたら嬉しいです。今回私はオートサロン初めてなんですけど、すごい新鮮でかっこいい車の愛が詰まったフェスなので、ぜひ皆さんも遊びに来てください。マルルンです。クルージュのマルルンです。はじめまして、今回はですね、一応この新型 Z のプロトタイプに合わせた衣装を作ってきました。大きな花がちょっと邪魔なんですけど、よかったら遊びに来てください。イエイ。小倉エミルです。今回のオートサロンは前年よりも人がまた増えていて、これからの一般公開もとても楽しみです。でこれからもモータースポーツがより幅広く世界に向けて発信できればと思います。はい、松本ゆんです。今回オートサロン初めて知ってるので、前からすごい楽しみにしてたので、今回オートサロン出ることできてめちゃくちゃ嬉しいです。あと車いろんな種類のがあるので、もう全部見ても飽きないと思いますので、ぜひみんな来てください。ハロー、こんにちは、エンドレスレディの桜白川です。世界中の皆さん、これ見えてますか？ちょっとまだ1日目なのでお客様少ないんですけど、土日でいろんなお客様に会えると思ってるので楽しみにしてます。皆さんブースに遊びに来てください。ありがとうございます。エンドレスにはもうブレーキパッドもキャリパーも、もういろんな車に対応した商品が置いてあるので、皆さんど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 んエンドレスの商品使ってください。そして白川さくらのことも応援してください。 SNS やってます。検索してね、さくら白川、はい、バイバイ。皆さんこんにちは、ライキャンこと尾形ライカです。よろしくお願いします。はい、今回のオートサロンもたくさんの人でにぎわってます。エンドレスブースもですね、いっぱいお客さんがいらっしゃっていて盛り上がってます。楽しいです。はい、オートサロンでは本当にいろんなブースでいろんな車がたくさん展示されてますので、車好きの皆さんぜひオートサロンにいらっしゃってくださいね。エンドレスブースでお待ちしてます。はい、こんにちは、なるみあずさです。今回のオートサロンの感想はですね、久々に私も参加したんですけど、思ったよりも人がいて、結構またにぎわいを戻してきたなっていう感じで、はい、あと残り今日が初日で2日間あるんですけど、どれくらいたくさんの人が来てくれるのかすごく楽しみです。で私今回こちら KYB さんのブースにいるんですけども、こういったキャンピングカーだとかそういうものもやっております。ぜひこちらのブースにも注目してください。はい、こんにちは、桃田優里と申します。安倍紹介ブースで立たせていただいてます。車好きな方に一言は、安倍紹介はいろんなパーツを売ってるとこなので、こういうテントとかあったりとかすごいもう見てて楽しいので、すごいぜひ興味ある人は安倍紹介来てください。オートサロンすごい楽しいので3日間
来てください。お願いします。はじめまして、めいめいです。今回私初めてのオートサロンで、すごい3日間楽しみにしてたんで楽しみたいと思います。ローエンさんもすごい素敵な車がいっぱいあるので、ぜひ見てください。3日間楽しみます。よろしく。のんちゃん R と申します。オートサロンですね、結構あのカスタムカーもそうですけど、メーカーさんの車も新しいあの車の発表があったり、結構楽しくて、今日まだメディアデーですけども、かなりお客さん来ててものすごい盛り上がってます。私自身も R35GTR をピンク色にした車をカスタムして乗ってます。私みたいに GTR をカスタムしたりとか、車愛の強い人が日本だけじゃなくて世界中にいると思いますので、ぜひともあのこれから、まあ、日本は車文化が盛んですけども、世界にもっと日本の車文化が発信できればいいなと思っております。はい、シオンです。インスタグラム紫に落とシオンで検索していただくと出てきます。今回オートサロン、たくさんの方とお会いできるのを楽しみにしております。はい、よろしくお願いします。千歳吉野です。すごいかっこいい車がいっぱいで楽しかったです。車好きな方、いろんな、なんだろう、楽しめるブースになってると思うので、ぜひ日本に遊びに来てください。